ことだ。セブンにこんなスキルがあったのか。一度にたくさんの OSS を引き継ぎすぎて、プレイヤーアバターがデータ型になってしまったのかも。ひどくー、これで終わらせてあげる。キリト君、ごめんね。最後の最後までうちのことで迷惑かけて。スバルトエリアのラスボスこいつってことにさせてもらおう。ちゃんとこのラスボスを倒して報酬を受け取ってやる。そうだね、これが最後の戦いだね。行くぞ。うん、任せてくれ。まだ余裕だぜ。頑張って。まだまだいけるよ。ユキちゃん、ユキ落ち着いて体勢を立て直そう。はい、追い詰められちゃったな。ユキ、いけない、下がって自分を大人に見せて勝手に正当化しているばかりかと思ったけど、そうやってちゃんと子供みたいに泣けるんじゃん。大人たちに囲まれて、世間に担がれて、話題の的にされて、振り回されてるうちに乗った波から降りられなくなってただけなんだよね。ほら、無理しないでお姉さんの胸でお泣き。なんだ、俺が心配することなんて何もなかったんじゃないか。やっぱり姉妹だね。語り合う必要なんて最初からなかったんだね。うん、そうだね。本当によかった。はあ、私にも優しいお姉さんがいてくれればよかったのにな。 おいおい、そりゃないだろ。まあ、これで一件落着ってやつ。この映像を見てるクラスタやシャムロックにはわけわかんないだろうけどね。実験結果はどうなるのかな。途中からカオス展開になっちゃったよね。高まった感情もしらけちゃってるだろうし、おそらくは失敗じゃないかな。はい、今ちょうど ALU 各所の映像をいろいろと見て回ってますが、騒然としてますね。シャムロックの人たち、クラスタの人たち、みんなあっけに取られてます。あらあら、ユイ、管理者側のカメラ映像を無断で閲覧？それってナビゲーションピクシーとしては越権行為じゃないの？私としたことが。前に私のこと
あんなに批判してたのに、ユイってばひどい。でもこれでさ、七色博士の高尚な実験は失敗ってことだよね。私たちのせいでさ。大丈夫です、実験はきっとすぐにちゃんとした形でやれますよ。あの子ならすぐにまた立ち上がれると思います。私信じてます。ああ、そうだな。HP がつき、光のかけらとなって消えていくセブンの体、それをいつまでもレインは抱きしめ続けていた。